茶杓の箱とだるま交互、九谷焼、九谷本与ね、二つの箱です。まあ、こちらじゃあ、皇后から開けて。赤だるま皇后摂宗。前大徳寺摂宗宗歩の書き付けですね。このようなだるまですね。リアルな顔をした九谷焼のだるま皇后ですね。そこに九谷という書き名がありますね。こちらも死の摂宗、雪の窓ですね。摂宗宗歩の書き付けです。名、仏の座ということですね。ホトトギスじゃないです。仏の座。仏の座、摂宗。仏の座に対して、神倉って言ってね、神の座るところっていうのもありますよね。綺麗な茶色です。ここはね、黒くシミが出ていて、いい竹ですよね。ほとんどあまり使われてないような。あ、少し使われた跡ありますね。これがちょっとお茶の粉が残るとね、こういうに黒ずんでしまいますので、拭いたつもりでも、かすかに残ってるとね、こういう黒ずみを残します。それほどの欠点ではないですからね。下柵の印がありませんので、下削りは誰がやったかってことはわかりませんね。摂宗宗歩、割かし値段がつくんですよね。オークションハウスの方でも、まあ、成り行きで出されても3万から5万まで伸びるものが多いんでね。だるまの皇后をつけて、やはりセットでこれは出してみようかなと思っております。こちら2点の購入原価が 24,565円です。まあ、4万いけばいいんですけどね。3万で落ちるってこともあると思うんでね。5万8万のインティメートはまずつきませんからね。よくて46。多分最初は35って言ってくるのかなと思いますね。そこでまあ交渉しながら、まあ、落としどころをね、探っていくんですが。なんとなく売れるような気はしています。黒字を出してね。じゃあ頑張ってきてね、だるまさん。いってらっしゃい。